どうも、やきまりです。今回は多機能文房具セット。こちら文房具の機能が、1つに8個備わっているツールになります。こちらを紹介します。ここに8種類機能が書いてます。リムーバー、オープナー、シザース、ホチキスにスケール、パンチ、で鉛筆削り、リング。リングは機能じゃないだろう。おそらくここのこと言ってんだろうね。これか。なんか使えるのかな、もしかすると。ちょっとね、面白そうだったんで買ってみたんですけど、実際にね、1個ずつ試してって、本当に使えるもんなのか。これ値段がね、Amazon だと1800円。メーカーが、書いてないっすね、メーカーね。ちょっと調べますね。ムーンラブ。月が好きっていうメーカーですね。どうですかね。軽いっすよ、結構。コンパクトなんじゃないですかね。これに8機能もついてれば、なかなかのもんですよ。1個ずつやっていきますね。まず1ですね。これが、ザオチンツァイですね。ザオチンツァイ。これは、ハサミです。まず最初に、ハサミ。いきますよ。よいしょ。出ますね、ハサミね。ここが出るとこの部分がね開くんですね。これで切っていけると、なかなか面白い形ですね。とりあえずね、今日は紙を用意してます。もうね、散々遊んで使わなくなった紙があります。これですね。この紙、もう遊び尽くした紙なんで、今回はねこれを使っていろんな文房具の機能をね試していきます。まずハサミですね。タバコの形にしっかり切れるかどうかですね。たまに切れ味が良すぎてスライドだけで切れるタイプのハサミですね。これ予想以上の切れ味の良さ、ちょっとねやっぱり小さいのとここが太いんで、使いづらいっていうところはありますけど、ただねちゃんと切れますね。次がね2番、ザオチンツァイ。ザオチンツァイはメジャーかスケールになります。スケールはどこだ、これか。もしかしてロック機能だ。これは自動でもう抜いたら止まるってやつだ。すごいな。で、ここのボタンを押すと戻りますね。ここのね、押し具合でゆっくり戻すことも可能と。で、しかも意味わかんねえ。フィート？意味わかんねえな。1フィートが確か 0.3 なんたらかんたらメートル。大体30センチぐらいなんで、下が普通の1メーター。ここに書いてるのは、1メーター巻きのメジャーですよ。3フィート巻きのメジャーですよと。変態なメジャーだな、これ。おもろいっすね。ちょっとね、1メーターちゃんと全部出るかね、見ますね。怪しいな。1メーター出ない。今、98、9、99。これ以上危ないっすね。硬いっす。でもちゃんとね、ボタンを押して戻ってくるっていうのはいいことっすよね。スケールってね、こう、勢いよく戻したりして、怪我したりするんで、本当にね、ゆっくり戻すっていうのは、素晴らしいことだと思いますね。こうやって。あら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 ら、いただきます。次はね、3番。3番は、ザオチンツァイですね。ザオチンツァイ。ホチキスが、ホチキスの芯を入れるケースですか？これですね。よいしょ。これか。小物入れか。ホチキスの返しでも入れんのかな。ほんで、次。5番は、小刀。5番は、こうですね。小刀。どうなんだろう。ペーパーナイフではないかな。ただの本当にカッターみたいな感じ？切ってみますね。よいしょ。危ね。めちゃくちゃ危な。超手が切れるとこだった。これカッターじゃないっすね。危なかった。カッターだけにね。で、ここね、力入れすぎると、こっちに、上まで行っちゃいますね。なんか隙間あるんで。で、ガコンって今鳴ったよね。これは危ない。次が、6番。ザオチンツァイの、ザオチンツァイ。なるほどね。ザオチンツァイ分のザオチンツァイか。ということは、リムーバーか。こんな感じか。ホチキスの針抜くときとか。次は、7番。これは、ザオチンツァイだね。これもね。パンチっぽいな。ここか。このボタンだ。このボタンをこう押せるんですけど、押すと、ここが多分パンチになってて、刃が降りてくるね。紙を挟んで、あれ？最後までいかないな。最後まで行く前にしわくちゃになりましたね。ちょっとコツがいるみたいだな。スライドさせないとダメか。こっちには動かない。あかんな。あかんわ、これ。だって普通にパンチするときって、ここうシュッて入れたいじゃん。でも最後まで入んないんだよ。で思いっきりこうこっちにやろうとしたらしわくちゃになるから、ちょっと横にスライドさせながらこう入れると調整が超難しいけど、まあ、入るは入るってことか。でここを押すと、よいしょ、開いたっぽいな。うい、爆弾型のパンチですね。まあ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 、爆弾型はね結構みんな使うからね。次はね8番。あれ10機能あんじゃん。8個かと思ってた。総鎮祭、総鎮祭、ああそういうことか。総鎮祭を総鎮祭するやつかこれ。ああ9番と8番はほとんど1個だ。総鎮祭を総鎮祭するってことだね。ああなるほど。おお、ああちゃんと総鎮祭してる。で総鎮祭をここを外して総鎮祭するわけだ。あのね全然出てこない。10番、10は総鎮祭か。ついに来たか総鎮祭。リングか、こういう感じか。かけてられるって感じか。それかタバコが、おおタバコスタンドかこれ、もしかして。ああこれ買ってよかったわ。タバコ1本収納できるね。で10種類ぐらいの文房具の機能も使えると。あでもこれで言うとさ、もしかしてこれもしかしちゃうんじゃない？来た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 、2本もセットできる。いやー2本嬉しいね。1本で物足らなかった時2本目も吸えるからいいね。ちょっと11項目目追加しますね。うん、11項目目は総鎮祭ですね。あーでもさ、ホッチキス使ってなくない？あれ俺もしかして4手飛ばして、これがこうか、スライドできる。まあこれね普通に売ってる芯だと丸々入んないから、芯をね小さくしないとここにはミニすぎて入んないらしいね。ちょっとタバコが邪魔いな。ちょっとこれ閉じますね。2枚余裕で閉じてんな。次5枚いきますね。5枚も余裕。10枚、あ10枚も余裕ですね。15枚、あ15枚も余裕と優秀すぎる。20枚いきますよ。20枚、あれいけるぞ。まあでも10番のねホッチキスだから、実際20がもう閉じれれば文句ないんだけどな。25、あーさすがにこれはもう芯がダメだね。まあ止まってるけどねギリ。やばいっすよマジで。まあちょっとね片手だと力がまあまあ必要かもしれない。でこれで全部の機能が紹介できたかな。じゃあちょっとまとめをしますね。上から順に説明していきましたけど、総鎮祭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 、小刀、総鎮祭分の総鎮祭、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 総鎮祭ということで11機能ですね。まあ、11番は自分が足しました。タバコクリップこんな感じで便利だよってことで新しい機能を追加しておきましたので、まあ、リムーバー、オープナー、ハサミ、ハサミもまあまあ使いましたね。ホチキスだいぶいいです。メジャーもまあまあ、パンチはちょっと微妙かな。鉛筆削りも普通に使えます。でリングはこうやってねなかなかいい感じで使えますね。まあなかなか面白いグッズですねこれは。まあ気になった方はね是非買ってみてください。今日はここまで。それじゃ延長リール持ってこういう感じになりました。これ以上削ったらやばい。俺はすごいものを作ってしまったかもしれない。